今回の裏技は、大量の裏技でも有名な、デイトナ USA、です。大変しんどいですが頑張ってみます。まずはタイトル画面で、ご覧のボタンを同時押ししながら、スタートボタンを押します。サターンモードで選べる車種が、4種類から10種類に増えます。同じようにタイトル画面で、今度はこちらのボタンを同時押ししながら、スタートボタンを押します。すると、デイトナ馬が選択画面に出ます。これを選ぶと、このように馬でプレイできます。緑地で減速せず、ピットインしないので、ピットロードでショートカット、みたいなこともできます。オプションでゲームモードを、エンデュランスに変更して、サターンモードで馬を使って優勝すると。さらに、デイトナ馬2がアンロックされます。馬が親子連れになります。最高速はアップしますが、ちょっと操作は難しくなります。オプションのキーアサインで、コントローラーのタイプを B に変更します。レース開始前のこの画面で、AXYZ ボタンのどれかを押し続けることで、それに対応した BGM をセレクトできます。A は初級、X は中級、Y は上級の BGM で、Z は通常では聞けない隠し BGM になります。今流れているのが隠し BGM です。ゲームモードをノーマルにしたアーケードモードで、コース選択時に方向キーの上を入れながら決定。すると、ボーカルが消えて歌詞が画面に流れる、カラオケモードになります。ちなみにボーカルのない初級でこれをやると、隠し BGM のアレンジバージョンが流れます。続いてはスタートダッシュ、ブレーキを踏みながら、回転数を6500前後にキープ、スタートと同時にブレーキを離して、アクセルを踏み込むと成功します。軽い小技ですが、通常はコース図には適車で一番前の車が、表示の対象となりますが、Z ボタンを押すことで、自社の一つ前の順位の車に変更できます。ただし押し続けないと元に戻ってしまいます。サターンモードのカーセレクト画面で、スタートボタンを押すと、タイムアタックモードに変更できます。スタートボタンを押しながら決定してください。タイムアタックモードでは、完走後にリプレイを見ることができます。このリプレイでは、アーケード版には存在しなかった、上空からの視点が追加されています。初級コースの裏ストレートには、スロットマシンがありますが、このスロットが見える位置で X ボタンを押すと、スロットを止めることができ、7を揃えれば7秒、バーを揃えれば5秒、残り時間が増えます。3, 2,
19コースの隠し要素は、逆走してピットレーン入り口の先にある、隠し通路に入った先にあります。ここには英語で書かれた隠し看板があります。書かれている内容は、おめでとう、お前はたった今スポンサーを失った、です。上級コースにはジェフリー像がありますが、これは X ボタンを連打すると回転します。ちなみにこれはサターンモードで、回転が滑らかです。アーケードモードでやると、コマ送りみたいになります。さらに逆走して2周目になると、このようにジェフリー像はひっくり返ります。今聞こえたように、逆走して一定時間が過ぎると、逆走だー、と怒鳴られます。上級コースには放牧されている馬がいて、追いかけると逃げていき、海しかないワズの柵の向こうに消えていきます。サターンモードのコースセレクト画面で、スタートボタンを押すとミラーモードが選択できます。スタートボタンを押しながら選択してください。こんな感じです。ピットインして車からタイヤが外されたところで、ソフトリセットします。ソフトリセットは ABC とスタートボタンの同時押しです。若干わかりづらいですが、アドバタイズの車からタイヤが消えています。ここならわかるでしょうか。セガロゴの画面で、ご覧のコマンドを入力、SE が鳴ったら成功です。画面左上に M の文字が入ります。これは高難易度のマニアモードというやつです。タイトル画面で、2P コントローラーの XYZ ボタンを同時押ししながら、1P コントローラーのスタートボタンを押すと、通常はキロ表示のスピードメーターが、マイル表示に変更されます。通常は3位以内に入らないと、エンディングが流れませんが、2P コントローラーの A ボタンを押しながら、ゴールすれば、順位関係なくエンディングが流れます。エンディング中にスタートボタンを連打すると、このようにスタックの名前が表示されます。ネームエントリーで特定のネームを入れると、往年のセガのゲーム音楽が流れます。膨大な量があるのでここでは紹介しませんが、ググればすぐに見つかると思います。ちなみに、KOU と入れれば、アレックス・キッドの音楽です。
なお、おなじみのあの3文字を入れると、